こんにちは。私は今大阪の中心地梅田へ向かっています。まずは阪急で大阪梅田駅にやってきました。今日は上司と梅田で待ち合わせ。しかし梅田のどこで合流するのかまだ決めていませんでした。いつもなら上司に電話をするのですが、なぜか上司に電話がつながりません。途方に暮れていると私の携帯に公衆電話から着信が入りました。きっと上司からの電話でしょう。もしもし、私よ。携帯が壊れたから公衆電話から電話しているの。すぐに来なさい。 JR 梅田駅、あと時間がないから急ぎなさい。ガチャン。 JR 梅田駅なんということでしょう。 JR に梅田駅はありません。古代魏志倭人伝で卑弥呼のいた邪馬台国の位置が今もわからないのは、方角か距離のどっちかが間違っているから。今回は JR か梅田駅、どちらかが間違っているのでしょう。 JR なら大阪駅、梅田駅なら地下鉄御堂筋線の駅。仕方ありません、両方に行ってみましょう。まずは阪急大阪梅田駅を出て JR 大阪駅へ向かいます。阪急大阪梅田駅は阪急で乗降人員が最大の駅、 JR 大阪駅も JR 西日本で乗降人員が最大の駅。しかし微妙に離れており、その距離はいつも大混雑しています。梅田地区の駅で最も北にある阪急梅田駅から梅田地区のほぼ中央にある JR 大阪駅を目指します。阪急大阪梅田駅から約4分、 JR 大阪駅に到着しました。なんということでしょう。上司の姿が見当たりません。上司の言っていた JR 梅田駅は JR 大阪駅のことではなく、地下鉄の梅田駅のことだったようです。仕方ありません、地下鉄御堂筋線の梅田駅へ向かいましょう。地下鉄の梅田駅は当然ですが地下にあります。梅田の地下に入るのは梅田初心者である私はあまり気が進みません。なぜなら梅田の地下はあまりにも広大で複雑、世界最大の迷宮梅田ダンジョンとも呼ばれるそうです。しかし上司を待たせるわけにはいきません。意を決して梅田の地下へ入ります。幸い梅田駅はこの階段を降りてすぐのようです。上司と合流してすぐに地下から脱出しましょう。地下鉄御堂筋線梅田駅に到着しました。なんということでしょう。上司の姿が見当たりません。まさか地下鉄御堂筋線の梅田駅ではなく、上司は地下鉄谷町線の東梅田駅にいるのでしょうか。もしそうだとしたら大変な問題です。この迷宮梅田地下街を移動せねばなりません。しかし上司を待たせるわけにはいきません。意を決して梅田駅から東梅田駅へ行きましょう。世界有数の都市型迷路といわれる梅田地下街を通って梅田駅から東梅田駅へ向かいます。梅田地下街梅田ダンジョンは交差点が直角ではなく斜めになっている地点も多く、方向感覚が狂います。梅田初心者の私にはすでに方向感覚がなくなりました。下手をすればこの梅田ダンジョンで遭難です。ここにいるたくさんの人々も大半は遭難してさまよっている人々でしょう。何やら駅が見えてきました。なんと奇跡的に地下鉄谷町線東梅田駅に到着できました。梅田地区で最も東にある駅です。なんということでしょう。上司の姿が見当たりません。もしかして上司は地下鉄谷町線東梅田駅ではなく阪神の大阪梅田駅にいるのでしょうか。
もしそうだとすれば、また梅田ダンジョンを進まねばなりません。梅田初心者の私には難易度が高すぎます。しかし上司を待たせるわけにはいきません。東梅田駅から阪神大阪梅田駅へ向かいましょう。まるで樹海のような地下街をひたすら進みます。なんとまたもや奇跡的に阪神大阪梅田駅に到着できました。なんということでしょう。上司の姿が見当たりません。33対4、いえ何でもありません。もしかして上司は阪神大阪梅田駅ではなく地下鉄四ツ橋線の西梅田駅にいるのでしょうか。ここは梅田のほぼ中心。しかし西梅田駅は梅田地区で最も西の駅。遭難必至の梅田ダンジョン、今度は地下で長距離を進まねばなりません。梅田初心者の私には無事にたどり着けるか自信がありません。しかし上司を待たせるわけにはいきません。阪神大阪梅田駅から地下鉄西梅田駅へ向かいましょう。待っててくださいね上司、今行きますからね。遭難者が多数さまよっています。梅田ダンジョンは遭難者のために飲食店や薬局、さらに宝くじ売り場や当選金を受け取る銀行まであります。ただし当選しても銀行までたどり着ける保証はありません。さらに遭難者同士で恋に落ちて結婚を決意した人たちのために結婚式場の紹介状まであります。もちろん結婚式場が決まっても梅田ダンジョンから脱出できる保証はありません。それが梅田ダンジョン。なんとまたまた奇跡的に地下鉄四ツ橋線西梅田駅に到着できました。なんということでしょう。上司の姿が見当たりません。阪急大阪梅田駅、 JR 大阪駅、阪神大阪梅田駅、地下鉄梅田駅、東梅田駅、西梅田駅と6駅を回りました。梅田地区でまだ行っていない駅は梅田地区で最も南の駅、 JR 北新地駅です。きっと上司は JR 北新地駅にいるのでしょう。 JR 北新地駅を JR 梅田駅と言い間違えたのでしょう。今回最後に向かう梅田地区7つ目の駅、 JR 北新地駅へ向かいます。待っててくださいね上司、今度こそ行きますからね。梅田ダンジョンをラストスパート、もうすぐ上司と合流できます。そしたら梅田ダンジョンからも脱出できます。ついに梅田地区最後7つ目の駅、 JR 北新地駅に到着しました。なんということでしょう。上司の姿が見当たりません。せっかちな上司のことです。きっと待ちきれずまた一人で仕事をこなしているのでしょう。苦労して梅田ダンジョンを冒険してきたものの間に合わなかったようで残念です。今回の仕事は上司に任せることにして私は帰ることにします。今回は梅田地区にある7つの駅と梅田地下街、通称梅田ダンジョンのごく一部のご紹介でした。梅田で上司を探す時の参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。ここは通称 JR 梅田貨物駅跡、正式名は JR 梅田駅跡。現在は大阪駅地下ホームの建設中です。部下にはJR 梅田駅跡に急いで来なさいと伝えたのに、まだやってきません。すぐに来なさい、JR 梅田駅、あと時間がないから急ぎなさい、ガチャン。遅い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 
遅い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